日本代表ファイブバックでしたもんね。この後も近い人が行く、近い人が行く、近い人が行く。相手に時間を上げないってこと、うん、直線的すごい。タッチディスタンスでは片手でタッチできるくらいの距離、真ん中を締めてる間にみんながもう所定のポジションに戻るっていう。これ怒られるんじゃないですか。俺そんなに解説するなんてね、俺たちの戦術を。あのファイブレーン理論っていうのを2021年の2月ですかね、お話しさせていただいて非常に好評だったということで、その3ヶ月後に何かサイドバック、まあ、これもすごくあの面白かったっていう反響をいただいて、ここから波乗るかなと思ったら、なんと今回第3弾、1年半ぶりです。第3弾のテーマはディフェンスです。はい、あのサッカーって4局面あって、攻撃、守備、攻撃から守備、守備から攻撃なんで、まあ、攻撃だけではないんですよね。守備も非常に大事なファクターなので、守備のお話をさせていただきます。自分が守備の人間ではない、その本職のディフェンダーじゃないので、やっぱり目線がどうしても中盤目線になってしまうんですよね。なので今日はディフェンスのスペシャリスト坪井啓介さんを呼んでお話ししていただくことになりました。坪井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もうディフェンダー目線でがっつりお話ししていただけると。はい、日本代表ファイブバックでしたもんね。5-4-1で、まあ、このちょうど青い、うん、マーカーというか、うん、コマがありますけども、本当にこの形で、うん、まずしっかりとスペースをみんなで埋めて、うん、自陣に引き込んでっていうところと、あとこの形でそのまま前からプレスに、ここね、ここ2人が少し前に出る感じで、はい、スイッチ入れて、スイッチ入れて、で、まあ、後ろがこうついてて、そうついてって、だから、まあ、クロアチア戦なんかはだから逆にここ3対3で同数でちょっと嫌なシーンあったんですけど、うんうんね、まあそのなんていうのかね、5-4-1の形をこの大会期間中に、うん、まあ、あの予選の時には一切使ってないシステムなので、まあ、やっぱり、ね、ドイツだったりスペインだったり、うん、クロアチア相手にボールが保持されるっていうことを考えた時に、まずここ危険なところ埋めましょうっていうところから多分スタートした形ですよね。だからおそらくだから最初やっぱり失点をしない、ゴールを守るっていう、あ、そうですね、はい、ディフェンダー目線のことから多分スタートしただと思います。途中からというか、まあ、最初4バックで言ったけど、うん、途中から変えたっていうのはやっぱそこに重きを置いて戦術をスタートさせたっていうことですよね。ドイツ戦の前半は4バック、ね、4バックしてますから、うん、けどそれで思った以上にドイツにやられちゃったんで、うん、まあ、5枚にしてドイツのやりたいことをやらせないっていう形にしてから、まあ、反撃に出て勝ったっていう。どうですか、1人増えるわけじゃないですか、4から、ね、5に。その時にその、まあ、ちょっと景色変わるじゃないですか、うん、けど1人増えるとやっぱそうだね、楽なんですか。後ろの選手的には5枚いるっていうのはやっぱり楽ですね、うん、なんでそこまで、まあ、3バック、4バック、5バックいろいろありますけど、やっぱりもうこのレベルになればすぐ多分適用できます。守ってから、守るところからスタートってなった時は多分パッてカチッて合わせられると思うんですよ。ただ中盤のところはそうやっぱり相手が浮くところが出てくるんで、こういうところだったりこういうところだ、この選手にそこのボランチだったんで、いやどこまで行くのかっていうのを、あと誰に行かせるのかっていうのを整理をする必要があるかなっていうのは、僕もその現役時代ファイブバックやったこともありますし、うん、自分がボランチやった時にそこが要注意な点だったかな、うん、だけど世界的に見ると、うん、あんまなかったですね。だから5枚ってあんまりない、ね、基本的に4枚で4枚なんでなんですかこれ。まあなんとなく今ハイプレス相手陣内でボールを奪っていくっていうことがどのチームも多い中で、やっぱりここをウィングバックを置くとどうしても押し込まれるとこうなってしまう、はい、となるとやっぱ相手陣内からなかなか、あ、前に人がやっぱり足りない、足りない、まあ、4バックだったら、まあ、ここに1人増やせますから、単純に、まあ、こっちの方がやっぱり前からかけていくには人数の問題でかけやすいっていうことが、まあ、あったのかなという感じですね。あとあれですか、守れる幅がちょっと、うん、その海外の選手たちって一人一人の守備範囲がやっぱり広いですね。それを感じますか。感じます、うん、まあ、僕は海外のヨーロッパの選手もそうなんですけど、ブラジルの 4-4-2 のブロックを見た時に一人一人の幅がやっぱ広くて、まあ、こうで守れるスペースが大きいから
普通442って日本のシステムで多いのは非常にこのこっちにボールがあるとするとそうですねコンパクトなんですよ。よりますもんね、はい、いいんですけど、はい、中でこう広がりすぎちゃうとここの間をやっぱりいろんな選手にこう疲れちゃうんでっていうのは多分そう日本のコンパクトっていうのはそう、はい、だこの選手たちのスペースをできるだけこうみんなで埋めてやらせないようにしましょうっていうでその分やっぱここが空くそうですねでやっぱ大きい展開でここを突かれてっていうのがこの日本でいうフォーバックの要はここを突きましょうっていうのはよくあると思うんですけどじゃあ逆サイドどうするんだっていうことになるんですけど全員でスライドする全員で戻る全員でスライドするそれがやっぱりすごくできるから、まあ、だからこそコンパクトにできるっていうこともあるんですけどでブラジルの代表見てるとやっぱりここが広いから一人一人の守れる幅がねそう広いんで、まあ、要は余計に寄せなくていいそうサイドチェンジされてもここにちゃんと人が立ってるもう間に合う距離にいるっていう、まあ、だからそこの部分はこれから日本も学んでいかなければいけない部分なのかなというふうには感じてますね、うん、ワールドカップを見ると、まあ、前線からこういうふうにプレスをかけるで後ろがこう連動していくっていうスタイルとあとはミドルゾーンでサークルトップを頂点にしたところからこのディフェンスのファーストラインを置いて、まあ、相手構える守備ミドルゾーンでっていうのが一つとあとはもうまず自陣をしっかりと埋めて相手を引き込む形ですね、はい、このブロックの多分 3つのパターンというか大まかに言うとそうですね。そうですね。もう大まかに言うともうこの通りですね。3ゾーンに分かれた状態の守備ですかね。うん、まあ、まさにだからまあ先ほど言っているように日本代表はこの自陣に引く守備だとやっぱり最初の選択肢はゴールをどう守るかっていう守備のゾーンですよね。で中盤さっき健吾がここに中盤で作りましたけどそこだとどこにボールを引き込んでどう奪うか引き込んでどこで奪うかっていうのがやっぱ中盤でここのゾーンであれば引き込むというよりかは自分たちから積極的にプレスをかけていって自分が先手を打って相手のミスを誘っていくっていう、まあ、そこの違いはこの3つのエリアではあるかなという感じですね。あの僕は引いて守るのあんま得意じゃなかったというかそういうチームじゃなかったので、うん、とにかくもう前からボールを奪いに行って相手にサッカーをさせないというか、うん、相手に時間をあげないで自分たちの時間を極力長くして、うん相手コートでサッカーやりたいっていうチームにいたので発想がもうそこですよ。ここの守備だよね。ここの守備です、うん、ここその一番最初の一番前の守備、はい、僕は実は浦和レッズで一番結果を出していた時はこれに近かったです。そうですね、はい、引き込んで大丈夫俺らここ守るから大丈夫っていう守備のやり方だったんですけど実は僕の好みは健吾さんと一緒です。実はそうだったんですか。実はそうなのその印象なかったですよ。ないでしょ、はい、実は好みは俺監督だった絶対これ。あ、そうなんですね。ね、これだしあと自分の選手としても走るのが得意な選手だったんで、うんうん、実はハイラインにして裏にスペースがあってそこにボール蹴られた方が俺は自分がボール回収できると思う。あ、確かにそうですよ。なんでだから逆に嫌でしたよ僕坪さんここにいたの。いやこんな低いとこいいのに足早坪さんここにいるから、うん、でね、トゥールがいてでもう蹴ったとか阿部ちゃんとかいて、うんそうだ力あるのになんで引いて守るのかって思ったんですよ。そうまあ、で本当はここでの守備が好きだったんだけどチーム事情でこっちの守備をずっとやってたっていう。あそれはすごく意外でしたね。そう実はそう。あおすすめ守備でおすすめ、あ、まあ、だから前から行くっていうことを考えた時にはやっぱり、まあ、マリノスフロンターレ広島この3チームのこのボールの奪うアクションと、まあ、連動と、まあ、最終ラインも含めた まあ、ある種リスクを負ってるところもあるので、まあ、そこはちょっと見てほしいなっていう、うんうん、すごくいろんなチームスタイルあるんで勉強になるチームどんどん増えてるなというふうに思いますね。強固な守備を非常に作れてるっていう意味ではやっぱりセレッソ、アビスパっていうのは非常に守備目線でいうとやっぱ見どころがすごいある。うん、どういうバランスでどういうふうに人が立っているかっていうところを見るのもそうですしブロックを作った上では相手はそのブロックをやっぱり崩しに来る、
赤が攻撃側だとしたら、やっぱりここの隙間にボールを入れていきたい。そうするとボールが入ると必ずプレスには来るんですよ。そうするとここが隙間ができる、スペースが空く、そしたら他の選手が絞る。一旦ボールが下がるとこの選手が戻ってまた元の形に戻る。この作業を見てほしい。あのね、綺麗です綺麗です。この4-4-2のこのスリーラインが非常に綺麗ですね。その道、そう、人が綺麗に並んでるっていうことと乱れた後の修正力っていうのをぜひ見ていただきたいなっていう。これとかも本当だったら、ね、中盤の選手が前に出るべきなんだ、うん、だけどまず前線の3人、前線3人がプレスをかけて、後ろと中盤の形はちゃんとあって、で前3人がプレスをかけて限定されてきたら全員でグッて囲い込んでいくっていう、うん、ハイプレスのかけ方っていうんですかね、うん、普通これもうダミアンじゃなくて中盤の選手が前に来てプレスをかけてもいいかなっていうシーンなんですけど、でもここまだまずはダミアンがまだ追いかける。で 4-3 のこうブロックを崩さない、中盤のインサイドが勝手に出て穴を開けない、うん、その分前の3人がちょっとプレスバックで追いながら、まあ、相手のボールを動かさせるというか、うん、はい、要は逆サイドにある時のウイングの選手の、まあ、アプローチの仕方っていうのが、まあ、マルシーニョだったり家長っていうのが、まあ、逆から締めてくるんで、まあ、ダミアンが本来ここをプレッシャーに行く形にはなるとは思うんですけど、けど逆にダミアンはその中盤のアンカーの選手を抑えてるんで、これ湘南のそのディフェンスの選手からするとパスコースがそうそうないなくなってくる、うん、まあ、だん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 こう追い込んでいく感じだね、うん、ハイプレス行くとき総じて得るのは、要はこのシーンで言えば逆サイドベルマーレの選手2人浮いてるんですよ、うん、ね、浮いてるじゃんってなんですけど、それでいいんです。そこにボールを運ばせないようにプレッシャーをかけていくからハイプレスがはまるわけで、ボールが奪える、ボールホルダーに対して数的優位、もしくは向こうのエリアで数的優位、数的同数を作ることによってボールを奪いやすいシーンを自分たちで作り出してるんで、それを作っていくっていうのがやっぱりハイプレスをかける、まあ、良さというか、ビルドアップに関わる人をプレスを限定することで消しちゃおうってことです、うん、基本後ろの僕らが考えることはラインを下げるタイミングっていうのはやっぱりボールホルダーのところを見るんですよ。ボールホルダーが顔上がってるか上がってないか、うん、ボールホルダーが顔上がってない位置までプレスがかけられてるときはやっぱりラインを保てる。だからまず前線に行ってほしい。だからラインが保てる。前線が行かないとボールホルダー、いくら前線が打ったとしてもボールホルダーのところにプレッシャーかかってなったらやっぱりライン下げなきゃいけないんで、裏にボールが来るんで。そうですね。ボールホルダーが顔が上がるんで、うん、どこにでも蹴れる状態だから最初ラインの選手たちは下がらざるを得ないんですよね。そこはハイプレスするかけるうちのもう絶対的な後ろの鉄則です。ここからバックパス行くんですよ。バックパスの瞬間もラインを上げるタイミングなんで、ここでバックパス入ってフロントアレのディフェンスが上がるんですよ。あ、本当だ、スッと上がってます、ね、でここで止めるんですよ。止めてプレッシャーかかってもうオフサイドの取れるか取れないかのギリギリのハーフウェイまで上がってるん でそこで家長のプレッシャーかかってる、なのでラインがキープできるんですよ。で今止まるんですよ、ここでラインが。でラインが高くキープできてるんで、中盤から前線のこの間が非常にコンパクトなので、うん、選手たちが、まあ、次々にプレス行きやすい。1人剥がされても1人2人目が行く距離にもういるので、だから湘南の選手たちからすると非常にこう圧縮された中でサッカーを強いられているのでミスが出やすいっていう、うん、もうとにかくボールを持ってる選手、ボールが入る選手に対して人が絶えず行くっていう。だから後ろの陣形結構崩れてるんですけど、けどそれよりも相手のボールホルダーに時間をあげませんっていう守備の形ですね。これもだから後ろ結構ライン押し上げてるけど、中盤のその形、最初の形ちょっといびつという、いびつっていうかそのコンパクトさはない。けど前線で5人この時点でかけてる
でフロンターレ選手も、まあ、4人なんで、そのボール持ってる選手たちからするとなんかパスコースが全然ないっていう状況になるんですよね、うん、だから彼らは合図が決まってるというよりもまずボールホルダーに1人行って後ろが決めていく。ここが分かりやすいですね。だからそうですね、さっきの、はい、この時フロンターレでいうとディフェンスライン4枚と中盤3枚が綺麗にポジション取ってたんですけど、マリノスの方はなんか一見ぐちゃぐちゃなんですよ。まあそうですね、ちょっと押し上がってるっていうのも、うん、あるけど揃ってはないんですけど、ボールホルダーに対して次から次へとプレッシャーに行くから、揃ってない状況でも相手に顔を上げる時間とスペースを与えないんで、それでも成り立ってるっていう、だから切り替えの速さがやっぱり特徴的ですよね、うん、その自分たちがボールを失った瞬間にはもう守備第一ディフェンダーがもうボールホルダーにプレスに行ってる状態なので、でチームとしては約束として多分1人いったらもう次からどんどん決めていきましょうっていう形なんで、こういう守備になってる。そのボールホルダーに、その選択肢を上げないっていう、うん、最初に行く選手もまずボールホルダーにがヘッドダウンするぐらいの迫力で行くし、ヘッドダウンすると選択肢がやっぱ減るじゃないですか。でそこの数少ない選択肢も要は周りの選手たちが連動して寄せることでそこもなくなっちゃうっていう、うん、非常にこう圧のかかる、圧のかかるね、まあ、さっき川崎との違いで健吾も言ったんですけど、やっぱり直線的すごい、一人一人が直線的にボールに向かっていく、速度も速いし迷いもないしっていう、マリノスはマッチアップをそんな決めてる感じはない、うん、多分一番近い人は行く、うん、ボールホルダーに近い人がとにかく寄せるっていう、うん、ここもそうなんですけど、この後も近いやつが行く、でこの後も近い人が行く、近い人が行く、近い人が行く、でここでまとめて分かるように、結果さっき あのフロンターレと同じ状況でここの大外手前の2人は浮いてるんですけど、まあ、やっぱりそこにボールを出させないほどの圧をかけてるっていうのはまあ同じことですよね。 そこは一緒です、うん、まあ、とにかく両チームに言えることは相手に時間をあげないっていうことです、うん、考える時間、広島はシステムが3バックですからね、そう前からプレス行くの結構難しいんですけど、うん、広島の場合は最終ラインを同数にすることで、そう要は浮く選手を作らないんですよ。だいたい4バックでも何にしろフォワード1人に対して1枚余らせたい、うん、こういう戦術を、要はチャレンジ&カバー、チャレンジ&カバーを基本としてやるので1人余らせたい、2人来るならサイドバック絞らせてこういう風にしたい、プラスワンですね、プラスワンです、必ずやっぱプラスワン、これはまあ一応ただ広島の場合はそのセオリーではない、そうですね、うん、普通だからさっき言ったようにこう、うん、ここで4対3を作らなきゃいけないんです、その教科書的には多分、ただそれをリスクを負ってこうすることで、でここにまで行けば蹴れないですよね、でそしたら後ろ同数でも苦し紛れのボールだからそんなにいい形にはならないよねっていう、多分スキッペ監督の発想、発想、あとはあのこれは広島がなぜできるかっていうと、あのここ3人の対人能力、高さ強さ、うん、あとはこのアジリティが、素晴らしいです。そうですね、荒木選手、佐々木翔選手、塩谷選手ですかね、ここの3人のそのクオリ守備の能力が非常に高いからこそ、まあできる戦術かなっていう、特にここじゃないですか、荒木選手この真ん中の選手が負けちゃうと全部ひっくり返ってくるんで、前提としてやっぱこの3人、うん、特にここがもう負けないっていう前提としてこの追い方をしてるかなっていう感じですね。ちょうどクロアチア戦の最初の方、みんなが前から行ってそれ相手のボールキーを蹴ったじゃないですか、でその時に相手の3トップとこっちの3バックちょうど同数 で富安の背後にボールが行って、うん、ちょっと押されて、うん、まあ、ピンチになったシーンだったじゃないです かああいうことが起きるんですよ。1対1に負けちゃうとリスクになるんですね、その前線からのプレスが。ただそれをずっと日本代表がやってたかというとやっぱそうではない、やっぱりそこのリスクを消しながらプラスワンを作りながらやっていく形になるので、どうしてもそうすると前がかからないので自陣にだんだん引いてくるっていう選択にはなってくる。実際にあの試合もそういう感じになってきましたよね、うん、途中からね。
これ相手のゴールキックからなんですけど、まずもう1人行く。でこの時後ろ止めてください。後ろ見てください。どうするんですこれ。もう右のセンターバックがサイドバックのようなもんポジション取ってるんで、で一番手前の選手にもついてる、後ろがもう同数なんですよ。だ本当はだからこれ1人余らせたいんですけどね。けど前から行って相手のボールホルダーの目線が上がってないので、要はそこまでボールが来ない、こう苦し紛れにパス通したことから、まあ、前に運んで、まあ、ゴール奪った時、ね、ゴールが近いんで、このショートカウンターでゴールが決まった。だから相手からするとどの選手も空いてないんで、うん、パッて見た時に、ね、パッて見た時に、うん、どの選手もマーク使えてる状況なんで、もうパスの出しどころがない、うん、そういうのですごくボールホルダーがやっぱり迷う時間ができる。でもその迷ってる間にもう取り切っちゃうっていうことができるのがこの広島の守備、ハイプレスじゃないですかね。まず中央を締めましょうっていうことが多分このチームのセレッソはもうそう、あの鉄則なんじゃないですかね。後ろ4枚とボランチ2枚のところですね、うん、肝なのが本当にこの時のトップ。まずどこを消しに行ったの、うん、人じゃないんですよね。ボールホルダーに行くっていうよりもこのこれダブルボランチだと思う、この2人が、うん、セレッソのダブルボランチが異常なほど狭いですよね。いやその後ろの選手のパスコースを切って真ん中から攻めさせない、サイドに経由させるようにまず締めましょうっていうことから始まってますね、うん、で通させないから、まあ、外にボールが行くんですけど、でこの動いてる間に後ろ4枚と中盤2枚のダブルボランチはこの 4-4-2 の強固な中のブロックを作るわけですよ、うん、4-4-2 のブロックを作るんですけど、これでもう外を追い出してからプレスのスイッチを入れて、まあ、同数にしてボールを奪いたいっていう感じですよね、うん、非常にあのセレッソに関して言うとあの忠実ですよね、うん、そのまず真ん中を入れさせないっていうことになった時のブロックを、さっき言った 4-4-2 のこのブロックを作るのがすごく早いですね、うん、で揃った状態から、まあ、特に今のシーンもそうですけどボランチが前向きにボールを奪ってカウンターをこう仕掛けていくっていうのがチームとしてのコンセプトとして非常に分かりやすいですよね、うん、もうどこ 4-4-2 でどこに立つかみたいなのが決まってるというか、うん、ある程度この距離感でこういう形で立つっていうのは守備の時に、そう人にどんどん出てくっていうかスペースをちゃんと、うん、自分たちの守るスペースに帰ってきて相手の入ってくるスペースを埋めるところから始まる守備ですよね。そうだからちょっと形が崩れてる状態なのでもういち早く整えるために整える時間を作るからここ真ん中締めるんですよ、ね、この真ん中を締めてる間にみんながもう所定のポジションに戻るっていう、で綺麗に、まあ、4-4-2 のブロックをこう作って自分たちが前向きに奪えるような形をセットするっていう、で結局前向きに奪えるから、まあ、カウンターが効きますよね、うん、これ怒られるんじゃないですか。そんなに解説すんなってね俺たちの戦術を絶対言われる気がしてきたです、ね、うん、いやまあけどみんな知ってますからね、まあ、セレッソ の, その守備の硬さっていうの硬さっていうのは、うん、なんか場所を埋めてる印象が僕はすごい強くてアビスパに関して言うとなんですけど、これは僕の本当印象なんですけど、うん、自陣だとさっき戻してもらったら分かるようにすごいここからですね、はい、ここはもう 4-4-2 のめちゃくちゃ強固なブロック中に、まあ、本当でペナ幅の中に10人揃ってますからね。これこそ中にコンパクトっていうさっきあの健吾も説明したけどそのポジショニングなんですけど、そこからやっぱ相手が通せなくてバックパスをした瞬間にかなり押し上げが早いんですよ全体の、うん、ここの使い分けが非常にすごくて、で相手陣内に行った時に基本外で追い込みたいんですけど、アビスパって結構ボランチの前選手のところでボールが奪えるんですよ、うん、なので結構中に入れさせるんですよ、縦を切るんですよね、縦を切って外じゃなくて、
中にボールを入れさせるようにする。今のところ外から行かれるのが嫌、前からプレスかけるんであればここストップで、ここの一番手前の左側の選手がもうちょっと中盤のところ開けないで絞った状態から外に開いてるセンターバックだと思うんですけど、相手の出させてそこに行きたいんですよ、左の中盤の選手がね。左の中盤の選手がだけど、あえてスルスルスルって上がってって中盤のあそこの真ん中のゾーンを開けてそこにボールを誘導させて中でガシャって取る、そういうシーンがこうアビスパっていうの結構多くて、だこういう形ですね。こういう形です、うん、これとはまた違う形でも今シーズンこういう形で前選手があそこでボールを奪うシーンっていうのは非常に多いんですよ。真ん中で取ると慌てて戻れば外も開くし、相手が慌てて戻ってくれば外も開くし、相手の戻りが薄ければそのまま真ん中もついていっちゃえばいいしっていう利点はあると思いますね、うん、まあ、だからセレッソもアビスパも非常に訓練されてますよ。訓練されてます、はい、その距離感ですね、うん、442の選手間の距離感は非常に訓練されてる。分かりやすいのはやはり後ろに対人が強い速い選手がいるとやっぱりここのリスクを負うことがしやすい、ハイプレスかけやすくなるっていうのはもう、まあ、明白というか明白ですね。でセンターバックここ2人がすごい大きくて強固で強いけども やっぱりちょっとスピードに自信がないっていうふうになるとやっぱりここで中盤のエリアもしくはここでブロックを作ることが多くなってくるので、そこはもしかしたら監督さんも選手いる選手によって自分たちの守備の戦術をそういうふうに変えることはあるので、まあ、どちらがやりやすいかっていうのはやっぱりその個人個人の能力がかなり能力特徴がかなり影響してくるかなっていう気はします。いる選手によって何がリスクなのかが、が多分大事なのかな。今坪さんがおっしゃったように前ここの選手が足速くて裏カバーできんだったらここで構える方がひょっとしたらリスクかもしれない。だけどここの選手が遅かったらここの背後を取られるのはリスクなので前からはいけないよね。けど前でボール奪える選手がいたらそれはリスクじゃなくなるじゃないですか、蹴らせないことができるならば。だから難しいですよ。なんか誰かがいるからこの守備の仕方をした方がいいっていうのもまた結構難しい。11人いることなので足が例えば速くなくても多分ハイラインで守れるんですけど、うん、けど必ずどこかのタイミングでほころびは生じるんですよ。それはだってここはリスクなんだから。だから何がリスクなのかを監督が判断することが多分その守備戦術の決定するの多分第一歩だ。だからそこ間違えちゃうと多分やられちゃいますよね、うん、だから多分ある程度前から行く守備だったり中盤の守備だったり最終ラインの守備っていうのはある程度教えることは多分可能なんですけど、あの一定のレベルまでは。ただそこから先は多分そのスペシャリティでこう決まってくるんじゃないかなっていう気はします、うん、じゃあ、まあやりやすいやりやすくないっていう話は別として、うん、作りやすいっていう意味ではやっぱ自陣でさっき言ったように4枚並べるってこう人をここに立たせるっていう守備の方が作りやすいかもしれないですね、うん、作りやすさっていう部分では。ハイプレスとなるとやっぱり、一人一人の能力もそうなんだけど、この人がこういった時にこっちを切ったからじゃあボールがここに出ますよねって、じゃあこの人がどこを次を考えてプレスに行く、こう切ったらじゃあボールが今度こっちに入ってきますよね、じゃあここでインターセプトしましょうっていう判断がかなり個人個人の判断が合わさらないといけないっていう難しさがあるので、そうですね、うん、その瞬間瞬間でベストのこう追い方だったり、うん、プレスのスピードだったりっていうのを変えなきゃいけないん でそれを見て後ろの選手たちもそれを見てこう立ち位置を変えていかなきゃいけないから判断を変えなきゃいけない、うん、っていうことがすごく起きるんで、自陣だととりあえず人を並べてスペースを埋める、入ってきたボール行く、戻ったら戻る、ここは教えやすいんで、その選手 その守備の選択肢自体は後ろで構えてる方が多くないですよ、うん、パッとすぐ作るとなるとハイプレスの方が難しいかも。声かけるシーンが多いのは前線からいくときです。その自分が中盤で前の選手にこう切ってほしいとか、うん、今行けとか、うん、っていうことを、要はコーチングの回数が多かったのは前線の守備かな。いや自分たちが自陣で守ったときはそんなに言わなくても相手が勝手に来てくれるから、それに対してボールを奪うっていう作業になってくるんで、そ う, だ、ね、
自分たちからボールを奪いに行くっていう作業の時は結構多分コーチングが、うん、そう今いいそうだね、うん、いいこと言うね。あじゃあ 今の赤文字でお願いします。さすが前線からの守備が大好きな大好きですから、はい、さっき言ってた、うん、健吾が言ってた基本442がなかなかプレスかかりにくいっていう話がやっぱいいんじゃないですかね、うん、そうですね、うん、まあだから2トップやっぱ2人なんで足りないんですよね。では4人にするってなると今度ここが空くし、442だとやっぱり2トップで限定はしていきたいけど、うん、4人がこういう風にここの中盤エリアを埋めてると相手4人に対してなかなかプレスがかからない。特に今こうボールの動かし方が上手な選手たちも多いんでなかなかこういってもこう取ってこう取ってこうポジション取られてこうなってこうなってきたりとか、そうするともうこうなってここが逃げ口逃げ出されたって。じゃあこうやっていくかっていうとそうでもない。そうするとここが空いてしまいますよっていうことになるんで、これがやっぱり4バックの相手に対して2トップでなかなか442だとプレスはかけにくいのかなという。まあだからまあ3、うん、にすることで4213なのか433なのかちょっとわからないですけど、まあ、3の方がその牽制はかけやすいしボールが動くたびにまあ3人でもスライドはできるんで、3バックだって5バックっていうのは前から行くのは結構難しいかなとは思いますね。同じ3なんですけど結局後ろに構えてるからやっぱりここに出されちゃうともう行かれちゃうし、だからあの湘南なんか坪さんが、はい、あのいた湘南ベルマーレなんかはここの選手に対してもうこう行ってこう行ってこうするっていうのが、まあ、そういうハイプレスのかけ方してましたね。3バックでもハイプレスかけられるんですけど、そのただ、はい、こことここの運動量と仕事量はめちゃくちゃ多かったんで、大変だったっていうのはそうですし、ひっくり返ることもやっぱりありましたね。そうタイミングがね、うん、ちょっとずれるだけでもうポンポンって通されちゃいますから、ジャストでいかないと相手 その選択肢っていうのは削られないし、まあ、ただでさえこう人が足りてないところを埋めに距離をかけていくので、その分その分ここの移動距離がある分、うん、だそこを狙われちゃうっていうこともよくありますし、って考えるとやっぱり433がかけやすいのかなというのが、まあそのまあ、トレンド的トレンド的、うん、世界の、うん、とは思いますけど、実際にあります。僕はこうやって縄で縛り付けられたわけじゃないですよ。こうやって、はい、縄持ってです。縄持った時となんかこの辺にくくりつけた覚えもあるかな、うんうん、まあ、それはやり方はいろいろあると思うんですけど、まあ、いずれにしても隙間を作らないっていう意図でディフェンスラインを縄でこうみんなつないで、うん、この選手にボールが出る、そしたらこの選手が寄せる、で縄でつながってるんでそうなるとこうなる、こうなる、こう引っ張られる、引っ張られて、引っ張られて、こうなるんで、はい、でこうなるんです、うん、でこの選手が横パスをする、そうするとこうなって今度はこうなるってくる、うん、こう最初はやっぱり引っ張られる、最初は縄一人の人が行くと引っ張られる引っ張られるっていうそういう動きなんですけど、慣れてくるとだんだんやっぱ引っ張られなくなるっていうことはやっぱ連動して動いてる、うん、あ要は引っ張られてるってことはまだ判断が遅いっていうか、遅いし合ってないっていうことになってくるんで、うん、はい、その引っ張られることが回数が増えていけば増えていくほど、要はもう出たらもう体が先に動くようになっていくから引っ張られなくなってくるってことですよね。非常に理にかなったトレーニングの一つかなと思います、ね、実際試合では、試合ではそれ生かされました。生かされた、生かされました、うん、もちろん。意識してたのは極力もう本当に端的で分かりやすく、うん、もうそれに限ります。右左行け行くな、うん、戻れそこにいろ、もう本当こういう指示です、うん、僕が試合中出す指示って、お前右切れ、お前右切れ、お前縦切れ、お前中狙い、僕もここで奪うっていう、その3つのワードだけでここで奪うっていうもう意図が入ってるんで、指示する選手が
その奪う絵を描けてるかとか、うん、例えば、これ赤だとして自分がね、要は相手がビルドアップ ここですね、相手がビルドアップしてますって、で自分がここでボランチやってたって時に、まあ、まず中閉めろっつって、でここ出させて、でその時にもう、まあ、自分がもう把握してるからもう行けって、うん、でここで自分が撮るっていう絵を描けてれば、コーチングも非常に具体的で分かりやすい。だから攻撃でよく言うその想像ができてるかどうかっていう、想像力っていう言葉があると思うんですけど、まあ、ケンゴなんかもそういうのがある選手で、まあ、ボールが攻撃の時に自分からこっちに動く時に、ここのディフェンダーがどう動いてポジションがどういうふうにずれてくるかっていうのを多分見れる選手なんですけど、実は守備もそういう能力が必要っていうのが、うん、今ケンゴが言ったような、どこでボールを奪うかっていうのは実はそういうビジョンをちゃんと持ってるかっていうのがすごい重要なんです。まあ、後ろディフェンダーの選手たちが相手が後ろ向きの状況で突くときっていう話だと思うんですけど、これは実際に僕自身も子供に教えるときに言うんです。タッチディスタンスって僕は説明するんですけども、タッチディスタンス、要は健吾さんがフォワードの選手で僕がディフェンスだとする、まあ、タッチディスタンスって要は片手で相手をタッチできるくらいの距離っていうことなんですけど、まあ、タッチっていうからこれでもいいのかでタッチしてるでしょ、うん、こうなると近づきすぎてボールがまず見えない、で上手い選手だとくるって入れ替われてしまう、うん、それを防ぐために自分が片手を伸ばしたぐらいの距離でボールが入ってきた、ボールも見える、相手も位置が確認できる、この距離を取りなさいっていうのが、まあ要はタッチする、多分こういうことだと思うんですよ。でこの距離でずっと相手が動くのに対応していくっていう意味では、マンツーマンっていう意味では非常に重要な、タッチするって非常に重要なワードだと思いますね。実際に触って、常に相手を自由にさせないようにタッチさせるっていう、よく触られてました、うん、いるよってこっちに知らすんです、そうついてるよ、でその周りの選手も要はあ、なんか健吾疲れてるなみたいな、いや出すのやめようかなってなるわけですよ。そうやっぱタッチディスタンスっていると本当につい疲れてるんで、ずっとやっぱ出しても嫌なんですよ、フォワードに出しても嫌なんです。でまあ、実はこの話は発展させると、駆け引きっていう部分ではわざと僕は触らなかったです。あえて触らないで少し距離を置いて、そうするとフォワードの選手もあれどこ行った、フリー、あ俺フリーだな、ボールくれって言った瞬間にインターセプトするっていうこともできるので、触られなかったら別に意識しないです、いろんなとこ行けるんですけど、なんか触られてると、あ、なんか近くにいるのかなって嫌なんですよ。いや別にずっと触られるのはあんまないですけどね。そう、ずっとは、実はずっとは触らないんですよ。ちょっとプッて動いた時にピッて触る、ここっていう時にパッて触るとなんか嫌があるみたいですね、うん、ちょっとボールを受けたいと思ってグッて下がった時にちょっと触っとく、こっちに逃げようとする時にちょっとこうやって触る、そうそうって、っていうことをやるんですよ。まあ、前提としてやっぱ守備の人間だったので素晴らしい守備の形を見てほしいんですけども、素晴らしい守備をしているチームを、うん、組織ではなくて個で突破する選手がどういう突破をしていくのだろうかとか、駆け引きで突破していくのか、それとももう本当に強引な突破をしていくのか、味方とのコンビネーションで突破していくのか、そういったところを注目してほしいなというふうには思ってます。ワールドカップ皆さん多分見たと思うので、うん、やっぱりその個で高度な組織を破壊する選手がやっぱ上に行くじゃないですか、エムバペとかね、そうそうそう、だから今ここまで話したやつが身も蓋もなくなる瞬間があるんですよ、サッカーって。それがでも面白い、それが面白いです。だその選手にやらせないためにまた守備の組織を構築するとか、あと1対1をやっぱり強くしないといけない。そうだ、ワールドカップ見るとやっぱり個もそうだし組織もやっぱどっちかじゃないんですよ、どっちもレベルアップしないとやっぱ本当に自分たちが目指すべきところにはいけない。だそういう意味では J リーグも同じような強度だったり質の高さっていうのをやっぱ目指してやってほしいな。でそれは結局最終的に、次のワールドカップのベスト8以上をつながると思うんですよね、うん、
いや、あの芝選手ですね、はい、あの小林先生にそういうお話をいただいて、アシトを、まあ、教えるそのベテランの選手の話を聞かせてください、聞きたいんですっていうふうに言っていただいて、まあ、僕があの当時現役の時に若い選手にしていたアドバイスだったりとかっていう話を、まあ、先生にお話したところ、ああいう形で芝という選手が出てきて僕が一番感動します。あのまず多分その時に確定ではなかったんですけど、そういう選手を描きたいんですっていう話を受けて、で、まあ、僕も答えて、まあ、そこから結構時間が経ってからあの登場したので身震いしましたけどね、はい、そのセリフというか頭切り替えろってやつあるじゃないですか、あんな言い方僕じゃないんですけど、あのそれに似たようなことはあの若い選手にはよく言っていたので、あ、なるほど、こういう表現の仕方があったな、今僕逆にもらってます、はい